うららおー、うらうらー、実況者のうらら、実況者のうらら冷静になってて、うらら会ったことあるけど酔っ払ったことの状態しか見たことないのよ、ベロラしか見てないベロラしか見たことない、それ言ったら俺らなんて動画でしか見たことないイージーイビでウェイチやっただけ私で飲みに行きまして、その時にこいつマジおもろいなと思って、ゲーム実況者ってこういう曲グループじゃないからできないんじゃん、そうやね、だから俺らでやっていいかなって、面白いかなと思って、なるほどなるほど、って聞いたらもうやってやってみたいな、もう俺いいね、すげえバカだから、それぐらい俺がもう自信持って推薦するぐらいこいつぶっ飛んでます、だからもうそれ考慮してちゃんと回答してください。第1問、どうぞ、好きな食べ物は何ですか、食べ物、今もうすぐ言いそうやったね、なんでシャンパン飲んでんだよおかしいやろ、じゃあノリさんからお願いします、はい、あっって言ったよ、はい、あ、いちご、なるほど、ラーボーさん酒飲んでるのよ、はい、今食いたいものパッて出るはず、チーズ、おお、なるほど、いいそうじゃない、大輝さん、はい、まあ2ワードちょっと考えてるんですけど、はい、キャビアラスク、キャビアラスク、うまけえな、多分思考回路がありません、目の前にある牛タン、おお、なるほど、レキュエさんぶっ飛んでるらしいから、そら豆、おっさんや普通のドリアのおっさんやねん、リボンさん、なんだかんだ何も考えずに原点中原点白飯、おお、なるほど、さあ、来い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 、チーズ来い、柔らかいもの、ハハ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 、この好きってことはやっぱちょっと俺下ネタをちょっと想像してしまう、おうおう、乳首がめっちゃ黒い、どういう感じこの俺にコンプレックスという文字はない、俺も完璧だからないっしょ、おー、あー、メガネが邪魔だ、お前このコーナー下手よじゃあ回答です、はい、外でも声がでかい、それがでかい、それがでかい、すぐ直せるよ今直せるよ、三問目いくよ、3問目、好きなギャグを教えてください、モメダウン、おぉ、これもモメダウン、大概にせよ、僕も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 大概にせよ、あ、痛います、おぉ、リボンさん、まあ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 、ゲッツ、全然普通、回答がまだまだ普通、まだ普通、聞いてください、俺の好きなギャグ、うわ、一応これ声と、何これ、何これ、始めになるだけアホや、そうです、4問目です、はい、はい、うららが寝る前に必ずすることは、そんなもん男やったらピンして寝るっちゃろ、過去の自分の動画に面白いなどのコメントをしまくる、うららは多分喋り方的に普通のことは言わない、自分のマイソーセージをワンメンダウン、お前え、何それ、いやあるわ、これぐらい飛んでるじゃん、まあでも確かに、そうで、当たり前のようにこの顔で目を閉じるって言い出す、可愛い女性 YouTuber を見る、じゃあ回答です、アルファ派の音楽聴く、あー寝れるやつだ、睡眠いい音楽を聴く、あー、うわ、ここで意外と普通でした、特殊能力を持てたら何の能力を、超能力です、言っちゃったんですけど、この後延々と語り継いでヤバいこと言い出したんで、聞いてください、続きで超能力のことしちゃうとか、マジでね、これリアルにこれクモ削るの、ありがとうございます、いや、ありがとうございます、いや、もう真面目な顔で何言ってんの、ちゃんとそうです、完全ぶっ飛んでる、完全にヤバいやつ、地球に自分しかいなくなったら何をしますか、寂しくて死ぬ、そんなことは起きないと言ってから、その理由をここベラ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 喋る、あああるよ、ある、もう戦いたいんよ全然違います、現実逃避としてゲームをやる、あ、でもオンラインないか、オンラインないです、なるほど、私は多分死ぬ、答えはパニックになるでした、パニックになる、知ってたよ、あー、惜しい、あー、惜しい、惜しい。
パニックになってしまう。あ、続いての問題、特徴つかみつつあるよ。あなたにとっての男らしさを教えてください。男らしさ、男からかっこいいと思われる、周りへの感謝を忘れないこと、女を絶対に守るのが男、それが人道だ。すごい、来るでしょ、すごいな。ヒゲ、もうなぜか顎だけこう伸ばしてんの、語り出す。女と酒とタバコ、これが男だ。これが25年ぐらいの超特大サービス問題、これ頼むわ。逃しました。有言実行する。すっごいまっすぐな目してるよ。そうです、ここだけめっちゃまっすぐ語ってました。こういう熱い思いがあるからこそこう人気あるんですね。なるほど、特別な動物です、この彼は。動物だと。子供の頃の夢を教えてください。これは自信ある。それではノリさんお願いします。いややっぱあいつやんちゃいからね。福岡統一。このまっすぐな目でね、有言実行って言ったのよ。子供の頃からもゲーム実況者になりたかったわけ。おお、叶えてるんですよ。いや、その頃あったか、ゲーム実況者。じゃあ大輝さん。おい、俺真面目にプロゲーマー。まるまるレンジャーのレッド。あーあー、なるほど。悪いやつ嫌いっちゃけん、警察。お前の裸ダメめちゃ腹立つ。さあ回答ですけれども、僕何言ったか忘れて今一人でイヤホンで聞いてたんですけど、ちょっと泣きそうになりましたね。え、感動秘話です。お、子供の頃の夢って、子供の頃は卒園の時に書くやん、その紙が残ってんだけど、俺ゲーム屋さんになるのよ。で、その時のイメージとしてはゲーム屋さんってゲームを売るとかじゃなしに、みんなに俺やってるゲームを見てもらうっていうことが。マジで？だから今ね、叶ってんだよ。すごい、ちょっと違うね、プロではない。うん、だからノリのバカにした発言の時に余計トレーラーだった。そん時あったっていう質問で、そん時からこいつはもうそこが見えてる。うわ、すげえ。何が福岡統一だろう。え、すぐでしょ。めちゃくちゃふざけてんのに熱いとこがもうめちゃくちゃ熱いから俺めっちゃ気が合う。あー、で最終問題、最終問題は確定。15号車。15はい、うららの今後の一番大きな野望を教えてください。野望、チャランプラに見てこいつが好きな理由としてやっぱ深い、やっぱすごい。あ、熱いもん持ってるし、うん、考えもちゃんと深いとこ考えてます。ノリさんお願いします。昔の自分と同じような人たちをどんどん集めたいんじゃないかなと、うん、ゲーム専門学校を開校。おお、やっぱり YouTuber 専門学校みたいなあるやん、ね、それのゲームバージョン作るんだ。なるほどね、深み、子供の純粋な感じのまっすぐなところもありつつぶっ飛んだ答えということで、俺ペガサス見たいっちゃけん。下げ出したね、これ下げて滑るのやめてもらって。はい、さん、世界のゲームを、まあ、したくてもできない子供たちもいっぱいいます。その中で自分がゲームの良さを伝えたいということで、自分で各国に回ってゲームの面白さを伝えたい。もっとまとめられない。育ててくれた昔からのリスナー全員を満足させる動画作り。はいはい、あれ、あんまり感想なし。意外と当たってるかもしれない。ありえるよ、感動がね。 YouTube 学校を世界中にかける。今までの経験を生かして自分が作ったゲームをプレイしてほしい。あー、ゲームを作るから。あー、正義の言う、確かに、まあ、映画を作る、マーベル、そういったところ。それでは最後の回答発表です。来い。総理大臣。え、あ、いや、ならなくていいけど、ネットってなんかすぐ変な考えの子多いし、変な考えじゃない子も変な考えのコメントをしてしまうんだけど、そういうのを正しくさせたい。それは違うぞって。だから言ったら、もう罪をもっとつけたい。どうか、もう暴言やないやな、あんじゃん、ああいうのって結果、なんて言うんですか、それは野望としては。総理大臣、総理大臣、総理大臣ちゃうやん、それは。結果総理大臣として、ただただめっちゃええやつや。めっちゃええやつ。バカかっこいいな。裏やばい、深いでしょ、見てると深いわ。ちょっと好きだったでしょ、皆さん。大好き、大好きになったわ。ただただうららの株が上がるうらら王でした。素晴らしいな、素晴らしい。もう虜だもんだって。優勝、アーボーさん。正義はもう俺やで。あ、そうだ、おー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 、
これからもちょっとね、高評価いただけたら知られざる一面知る機会、これおもろいよね。フラワーファンは知りたいんです、絶対。そうやね、モードカとかタマオとか。そうだね、その辺の YouTube ゲーム界隈の方とか高評価ね、一枚いたらまたやっちゃいましょうか。やっちゃいましょう。スパガ見たい。スパガ、スパガ見ましょう。スパガ見たい俺。スパガでも金のことしか考えてない。はい、ということで皆さんぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは次のスパガオでお会いしましょう。スパガオ決めた。バイビー、バイビー、バイビー。